人すごいね、ゆみちゃん。先日、私26歳のお誕生日を迎えまして、私から私へのプレゼントということで、ここにあるプレゼントたちを今日は開封していきたいと思います。よいしょ、イエーイ。プラダに、プラダに、バレンティーノに、チャネルに、エルメス。何買ったか気になるよね、エルメスで。じゃあ早速、うん、開封していきたいと思います。それではレッツゴー。何からがいい？一郎くんがこれって言ったものから開封していこうかな、うん、じゃあプラダから開けていこうか。こちらの、うん、まずはミニサイズから。何が出るかな。じゃーん、この箱に入っているのは、うん、じゃーん、もうこれで大体分かってきたんじゃないかな。おお、かわいいじゃん。めっちゃかわいい。ちょっと待ってよ、まだ。うまいうまいうまい。すぐ早年になるから、イチローは。じゃじゃーん。まず一つ目の購入品は、プラダのパンプスです。かわいい。かわいいよね。めちゃめちゃかわいい。かわいい。パンプスっていうか、バレリーナシューズっていうっていうのかな、うん、私ワンピースかロングスカートのコーデが多いので、うん、こういったパンプスを合わせることが多くて、うん、で今までユニクロで買った真っ黒の、うん、あ、履きやすいよね。そうそう、履きやすい、すごい履きやすい。2900円ぐらいだったかな、うん、そのパンプスをもう12年ぐらいもうずっと履いていて、すごいも強かったよね。そんなに使うんだったらいいものを、確かに、そう、買いたいなと思って、うん、こちらのパンプスを購入しました。ロゴが小さく控えめに入っているのが、うん、そうだね、うん、好きで、うん、リボンも可愛いし、つま、うん、先の部分のエメナル生地っていうのか、エナメル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 生地、うん、エナメルで大丈夫、エナメル、エナメル。エナメルが可愛いなと思ってこちらにしました。可愛いですね、皆さん。履いてみていい？あ、そうだね、履いてみようか、せっかくだったら。もうこれぴったりです。いやいや、ぴったりじゃなかったらダメですよ。俺的、個人的なドストライクポイントが、このね、プラダのこの印字がゴールドなところ。スロンクさんゴールド好きだもんね。そう、ゴールドが好き。見た目もとっても可愛いんですけど、何より歩きやすい、うん、あ、そうなんだ、うん、今は履いたばかりなのでつま先あたりはちょっと硬さがあるんですけど、うん、履き慣れていったら足にもフィットして、うん、歩きやすくって可愛くって、うん、安いか、完璧ですね、本当に。丸です、丸丸。いい靴っていうのはね、うん、いい場所に連れてってくれるっていう、そういうジンクスが昔からあるから。そうだよね、黒だから今日のコーデにもぴったりだし、うん、いろんなコーデにも合わせやすいから、うん、いっぱい履くよ、よろしく。靴今買いました、うん、買いました。かわいい。まず1つ目はこちらでした。いやいや、大変。じゃあ続いてはプラダのビッグの方行こうか。こちら行きますか。うん、ちょっと俺助けが必要だと思うから俺入っちゃっていい？うん、はい、皆さんこんにちは。よいしょ、ちょっと長くてちょっと重たいんだね。はーい。はーい。ちょっと待つ、ちょっと待ってね、待って、持てる、ありがとう。よいしょ、じゃじゃじゃーん。2つ目の購入品は、うん、こちらのプラダのダウンコートです。うわ、これね、一目惚れだったんだよね。いや、そうなんですよ。ちょっと着てみた方が分かりやすいのかな。着てみた方がいいね。そうだ、かわいい。こんな感じかな。髪の毛はどうする？それ中に、服も分かりやすいな。ありがとう。うわーい、じゃじゃーん。かわいすぎ、マジでドストライク。これいいよね、ちょっとしたお出かけ、うん、ラフなお散歩だったりとか、うん、遠出する時のラフなコーデの時に合わせるダウンコートが欲しくて、うん、あとあのファーがついてるものがよくって、これ奇跡だよね。そう、こんなに全部の要素が入ってるダウンコートってなかなかない、うんうん、まさに私が探し求めていたダウンコートを見つけてしまいました。すごいよね、あったかい。他にもでもいろいろさ、鏡で自分で、うん、はいはいはい、どうぞどうぞ。はい、どうぞ。あ、かわいいね。他にプラダのロゴが入ってるだけで、これもシンプルなんだよね。そうだね。え？ポッケになってるじゃん、ここ。ほら。ほんとだ。そんなところまで工夫されてるんだ。500円とか入れとこうかな。500円なんだ。500円。小銭が必要な時に。なるほどね。500円。あった、じゃあ。あった。あと500円じゃ渡しとくね。で、これ何が可愛いかっていうと、うん、これはね、ウエストだよね。そうだね、うん、それは締めてからの方が分かりやすいと思う、うん、一回締めてみようか。締めてみよう。これ一番最初に見つけたのが俺なんだけど、このダウンコート、うん、
速攻でゆりちゃんの教えだよね。うわこれもうゆりちゃんの絶妙みたいな絶対似合ってるよみたいな。よし OK、うん、ありがとう。わかる。ちょっと全身で撮ってみようか。着てみた時にウエストがポイントで、うん、こういうロングのダウンコートってボリュームがかなり出てしまって、うん、着膨れしてしまうものが多いじゃないですか、うんうんうん、でもここウエストが絞られているので着膨れも防止されて、うん、ダウンジャケットなのにスタイルアップして、うん、それがこのコートのポイントです。そうだよね。こんなさウエストの部分がさ引き締まってるダウンコートなんてないでしょ。絶対ないと思う。あとねしっかりあったかいです。あ、まあそうだよね。かわいい。かわいい。どう似合ってる。めちゃめちゃ似合ってるよさっきのねプラダのお靴ともねすごい似合ってるし。もうこれでシージューとファンちゃん連れてこうやって歩いてたら、うん、私です。いやちょっと目立つぞそれはそうか。なかなかゴージャスすぎるぞそれは本当にかわいい。これは本当唯一無二のダウンコートだ。嬉しい、いいお買い物できました。続いてこちらは先日カレーザーのアウトレットに行ってその時に購入したものなんですけど、バレンティーノは前にお揃いのロングブーツ。そうね。そう、それがすっごくよくって、うん、今回もさっきと同じようなお箱になってるね、はい、かわいい。かわいいよね。バレンティーノのこの赤色かわいいね。うわだから一路早いって。うわこちらのかわいすぎるでしょ。はい、ヒールを購入しました。うわー、待って、よっからよっから、ちょっと横にして。ほら、わかりますさっきとちょっとどこが違うのかって。同じ黒金なんだけど、ヒールがあるんだよねそうです。お前が言うのよっていう。ごめんね、うん、まず履いてみようかな、これも。このヒールを買った店員さんが YouTube 見てくださってるみたいで。そうね。すごい、いろいろおすすめなものを出していただいて、うん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 、一緒に決めました。プラダの店員さんも、うん、そう、そうね、見てくださってるみたいで。見てくれてる人だったみたいで、ね、そう、長さとかね、選んでくださって。そうだよね。そう、最近は店員さんも見てくださってる方が多くて、うん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 、とっても嬉しいですね。いろいろ助かるよね、うん。じゃじゃーん。じゃじゃーん。おー、かわいいじゃん。めちゃめちゃかわいい。ポイントはね、このスタッツなんだよね。そうなんです。バレンティーノ独特の。ここと。ここと、ここ。ヒールのところが、おしゃれだよね。うん。で、かわいい。さっきの、丸のバレリーナシューズと比べると、大人っぽい印象だよね。こっちの方が。そうだよね。うん。かかとの部分が、ちゃんと止まるので、歩きやすいんですよ。あ、じゃあヒールだけではすごく歩きやすいんですね。そう。他のものもいろいろ試したんですけど、うん、これが一番歩きやすかったです。うん、私とデートの時にこの靴は履きたいと思います。そうだね、これもいい場所に連れてってくれそうだね。うん、続いてはシャネル。シャネル、ゆりちゃんまたシャネル買ったのよ。シャネルはやっぱ相変わらず箱が可愛いんだよな。可愛いよね。可愛い。あ、めちゃめちゃ似合ってる、ゆりちゃん。こちらです。チャン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 。ゆりちゃんが歌い始めると相当テンション高い時だぞ。歌ってた？今チャンチャランチャンチャンって歌ってたよ。チャンチャラチャンチャチャンチャラチャンチャン。こんなおしゃれなさところなのになんでその演劇の歌歌うね。うわ楽しみ。うわーおーおー、めちゃ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 。ちょっと待ってください。はいはい。ちょっとめっちゃね。ちょっと待ってください。いったねいったね。うわやば。あ、そうだね。じゃじゃーん。シャネルで購入したのはこちらのホワイトのバッグになります。うわー、拍手だ。これはめちゃめちゃ可愛いじゃん、ゆりちゃん。可愛いでしょ。やばいね。これはちょっと前にシャネルに行った時に、一目惚れして。そうだよね、これも一目惚れだ。そう、お誕生日前だったんですけど、もうこれは買っておくしかないと思って、うん、っていうのも、うん、まあ、シャネルに入ってさ、こういう感じのこういうイメージが欲しいですねみたいなこと言ったら、かしこまりましたっていう風に言われて、こっそりね、こう連れてかれたんだよすいません、他のお客様の前ではお見せすることができない商品となっておりまして、なんだろうって思うじゃん。そんなになんか見せちゃいけないものなのかなって思ってこっちに入って、すっごい大きな箱で持ってきて、それがこれだったんだこのホワイトのシャネルが人気だから、うん、店内で出せないんだと思うんですけど、うん、それはあの買うしかないと思って買わせていただきました。あのね、本当に可愛い。本当に可愛い。めちゃめちゃ可愛い。この可愛さを話していいですか。この可愛さを話すのにどれくらい時間かかるの少しですよ。あ、少し。ジロー君とは違うの。ジロー君だったら2時間くらい。よくわかってるよ。
特にお気に入りのポイントなんですけど、なんか私横長の形のバッグが多くて、うん、ディオールもシャネルもそういった同じ形のものばかりで、それで違う形のバッグも欲しいなと思っていて、うん、まさにもうこの形、うん、可愛すぎて可愛すぎてコロンとしてる愛くるしいよね、と言いますか愛くるしくって愛くるしいよね。で装飾も可愛いし、うん、あと何よりホワイトが欲しくて、この場カバンに合うのゆりちゃんしかいないでしょそれは言い過ぎです。言い過ぎ褒めすぎて怒られちゃいます。そうかなコーデにも合わせやすいし、そうだね、やっぱりシャネルのバッグは軽いからいいよね。うん、しかも中もね結構入るんですよ。本当だ、確かに結構入るね。これでテントが溢れちゃったりしたらもうゆりちゃんそれはまずいよ。このシャネルのバッグ使うときは、うん、全部コスメとかビニール袋に入れようかな汚れないようにビニール袋とか入れるのだって心配だもん、うん、汚さないように、うん、大切に大切に愛用したいと思います。うん、かわいい、かわいい、ゴールドがかわいいな、かわいい。続いて最後はエルメス。エルメス、うん、でもオレンジ色も可愛いね。確かにゆりちゃんオレンジも似合うね。うわすごい、エルメスこんな感じなんだ。うわうわ可愛すぎでしょこれも。じゃじゃーん、エルメスで購入したのはリコタンです。めちゃめちゃ可愛いゆりちゃんにしては珍しいブラウン系のカバンなんだよね。そうなんです。っていうのも、うん、ハワイで購入したんですよ。そうだね、7年記念日にハワイ旅行に行ったんですけど、うん、その最終日ハワイから日本へ帰国するときにエルメスに立ち寄ってみたら、うん、そこでこちらのバッグを出していただいて、うん、これもまたすごいんだよね、うん、入った時にさ、うん、また店員さんにすいませんこちら他のお客様見せられるものではないのでこちら個室の方にご案内いたしますっていうね、うん、またね個室の方にご案内されたんだよね。数が少ないんだよね。そう数が少ない本当に、うん、でカラーも私はこういったカラーのバッグさっきのホワイトのシャネルと同じく一つも持っていなくて、うん、そうなんだよね。そうでもこれからこういったカラーって20代30代40代50代ってずっと使えるカラーだなと思って、うん、こちらを購入しました。その時本当にフライトが結構もう間近で、うん、急いでいて、うんうん、じっくり見れなかったので、うん、今やっとじっくり見れてるここに鍵が入ってるよ。本当だ、うん、生地もやっぱいいし、いやエルメスの本当に革は本当に最高級だよ、うん、うんうん、すげえ柔らかい、柔らかい、柔らかい、しかも大容量入るね。いやそうなんだよ、うん、ほら結構大容量、これは嬉しい、すぐに出せるから。そうだよね、うん、ゆりちゃんさ口が大きい方が好きだもんね。そう、いやでも今まで20代の頃は、うん、ちょっと派手めなバッグとか、うんうん、可愛らしいイメージのものが多かったんですけど、うん、今回はこういったちょっと落ち着いたカラーのもので、うん、今回の購入品のテーマは大人の女性へです。いいじゃんいいじゃん、わー嬉しい。ゆりちゃんこれも忘れてるよ、これ。あ、そうだそうだ、うん、こちらはね、うん、一緒に買われる方が多いですよって、うん、店員さんが言っていて、そうだね、購入しました。おーおーかわいい。これは何かっていうと、うん、この取っ手の部分にねこう巻き巻きして使うんだよね、うん、それあるだけでかなりイメージ変わるよね。確かに、うん、ゴージャスになるね。ゴージャスになるね。ゴージャスになる40歳とか50歳になったゆりちゃんが想像できるというか、うんうん、おーちょっとしまっておこうかな、まずはいや嬉しい、やっぱり気分上がっちゃう、頑張った自分へ、うん、ご褒美ですこれを励みに次はもっと26歳さらにさらにさらにお仕事頑張りたいと思いますということで以上が私の26歳の私へのプレゼントでした。ゆりちゃんおめでとう改めておめでとうゆりちゃん。このプレゼント以外にも、うん、実は新しく本を26歳なので、うん、26冊自分へプレゼントしました、うん、すごいそちらの26冊を時間がある時に読んで、うん、さらに素敵な大人のレディーにレディなれるように私自身精進していこうと思っているので、うん、26歳の私もぜひよろしくお願いします。一緒に頑張ろう。頑張ります。うん、まあでも病気とかあってもさ自分の力でこれだけいろんなものを変えるっていうのは本当にすごいことだよね。視聴者の皆さんもすごく勇気をもらえる動画だったんじゃないかなそれでは今日も最後まで見てくださりありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録といいねよろしくお願いします。それでは
バイバーイ。